はい、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。今日は2018年2月12日、建国記念日の振り替え休日ですね。最近僕はずっと歯医者に通ってて、虫歯を治療したり、クリーニングで歯石を取ったりしてたんですね。そこで歯医者さんから上の歯の親知らずを抜きませんかと言われてたんです。レントゲンとかで見ても、下の歯と噛み合ってるわけじゃないし、何より汚れがその部分に溜まりやすいので虫歯の原因になりますよと、そういう話だったんですね。じゃあやりましょうかということで、それが今日だったんですよ。何を隠そう、僕は今まで歯を抜いた経験っていうのがなくて、子供の頃に乳歯が勝手に抜けた経験ぐらいしかないんです。そういうこともあって歯を抜くというのが結構怖いなって思ってたんです。治療が始まって、麻酔を打って、針が刺さる時にね、ああ痛いなって思ってたんですよ。で、麻酔が効くまで少し待って、それじゃあ始めますねって言われて、目隠しをされて、で、歯に金属製のなんか器具をこうカチャカチャって当たって、ぐっとこう力がかかる感じがあったんですけど、もうそれもすぐにスッと終わって、で、女性の歯科助手の人に「歯医抜けましたからね」って言われて「もう終わったの?」って、そんな感じだったんです。そして歯を抜いた場所にガーゼをたくさん突っ込まれて「はい、これで終わりです」って椅子を起こされたんですよね。で、台に乗ったあのステンレスの皿の上には、血まみれの歯が一本コロンと転がってて、普段奥歯なんか見る機会はありませんでしたので、先生に言ってそれ見せてもらって、うおすげえと思って見てたんですよ。で、先生が、じゃあこれは処分しますねって言うから、僕はすかさず、あ、これ持って帰りたいですって言って、それがね、これなんです。この歯の形をイメージしたこんなプラスチックのケースに入れてもらって持たせてくれたんですけど、これ歯を入れるケースなんですかね。なんか可愛いですけど、もう自分の歯を入れて持って帰る人って意外に多いんですかね。早速ね、これ中開けて映したいと思うんですけど、ここから先はグロ映像かもしれないので、嫌な人はここで見るのをやめてください。じゃあケース開けますよ。はい、これが僕の今日抜いた歯です。こんな感じですね。歯医者さんの方でも軽く洗ってくれたみたいなんですけど、最初にこのケース開けた時にはまだこの歯の周りに血とか、あと歯茎の肉片っぽいのがちょっとついてて汚かったので、自分の歯ブラシに歯磨き粉をつけてもう磨き直してやったんですね。で、歯そのものっていうのは別に悪くはなかったんですよ、この歯自体は。ただよく見るとここ黒い点々がこう下のところにあるのが分かると思うんですけど、これきっと軽い虫歯なんじゃないかなと思うんですよ。あとですね、横のところを見るとここ黒い線ありますよね。これね、きっと歯石なんですね。さっきこの部分ね、ちょっと爪でこうカリカリしてたら、このちょっと薄くなってるこの部分の黒いのがポロって取れたんですよ。おそらくね、このクリーニングで使うような超音波の機械を当てたら綺麗に取れるんだと思います。それからね、気になったのがこの歯茎から出ている部分と歯茎に埋まっている部分、ちょうどここにこう境目があるの分かりますかね。これ色違うんですね。ちょっとこっちの方が歯茎に埋まってる方が色が黄色っぽいのかな。色が違うんですよ。あ、これ色意外に色違うもんなんだなと思ってて、ただこれどっちが綺麗な色かって言われるとちょっと分かんないんでね、この歯が健康だったのかどうかっていうのはちょっと僕には見識がないんですけど、あと歯医者さんがね、こんな可愛いケースに入れてくれてね、歯を持たせてくれたっていうのはすごく対応いいですよね。単純に好感が持てました。で、僕は今思っているのが、
これを持って帰ってきた方がいいけど、この歯これからどうしようかなっていう。最近ずっと歯医者に通ってるんですけど、その前は中国に行ってたっていうのもあって、歯医者に通うようになったのも8年か9年ぶりぐらいだったんですよ。虫歯がちょっと進行してたっていうのもあったんですけど、あまり真面目に歯を磨いてなかったっていうのもあって、歯石がすごい溜まっちゃってて、クリーニングだけで4回ぐらい通いましたね。今回の通院をきっかけに歯に対する意識もちょっと変わってきたので、今は真面目に毎日歯を磨いてます。僕のようにね、長い期間歯医者に行ってなかったっていう人はね、ぜひ行った方がいいと思いますよ。いつまでも美味しいものを食べ続けたいですしね。はい、チャンネル登録がまだお済みでない方は登録まで進めていただけると大変嬉しく思います。それではまたの機会に。ごきげんよう。さようなら。